もこんな立派なお誕生日ケーキ本当にもらってもいいの？お金とか大丈夫だった？真面目だな、京香は。みそぎがケーキをもらった時はまずどの飾りから食べようかなって思ってたくらいなのに。でもお返しとかあるでしょ。ちゃんとみんなに同じくらい立派なお礼を用意しないと。大丈夫だよ、京香ちゃん。ミミたちもお兄ちゃんも京香ちゃんが喜んでくれたらそれだけで嬉しいよ。うん、わかった。また誰かのお誕生日が来たらこうやってお祝いしようね。それが一番のお返しになると思うから。これで完成じゃない。指示書を見てから書いたのにあちこち間違えてる。正しい形に直さなきゃ。あれって指示書だったんだ。暇つぶしに落書きしちゃったけど正直に話した方がいい？今すぐ説明しなきゃダメだよ。京香ちゃん待って。それで合ってるから大丈夫だよ。私の誕生日だから。ありがとうございます。でも、もしかしてお菓子で私を釣ろうとしていませんか？あなたは怪しい変態不審者さんですからね。なんて冗談です。この可愛いケーキを見れば祝おうとしてくれてるあなたの気持ちちゃんとわかります。え？あーん？いえ、そこまでは結構です。なんで近づいてくるんですか？自分で食べられますってば。変態不審者。遅いですよ。もうそっちから呼び出したのに待たせるなんて本当に仕方がない人なんですから。それで今日は何をして遊ぶんですか？縄跳びとかあやとりとかいろいろ持ってきてますから。え、違う？一緒に遊ぶために呼んだんじゃないんですか？私の誕生日だから。その気持ちはありがたいですけど、とりあえず下ろしてください。変態不審者さん決定です。私これでまた一つ大人に近づきましたよ。すぐにあなたに追いついて、今度は私があなたのお誕生日をお祝いしてあげますからね。楽しみに待っててください。
怒りますよ。あなたは大人なんですから、もっと。え？誕生日おめでとう？え、こっちがちゃんとしたプレゼント？ありがとうございます。でも、脅かすのはダメです。今日は一日、お説教しますから。お祝いは、その後でゆっくり、してください。私、これでまた一つ、大人に近づきましたよ。すぐにあなたに追いついて、今度は私が、あなたのお誕生日をお祝いしてあげますからね。楽しみに待っててください。え、誕生日、覚えててくれたんですか？私、てっきり忘れてるものだと。プレゼントまであるんですか？ありがとうございます。もう、こういう時ばかり、しっかりしてるんですから。すっごく、嬉しい。私、これでまた一つ、大人に近づきましたよ。すぐにあなたに追いついて、今度は私が、あなたのお誕生日をお祝いしてあげますからね。楽しみに待っててください。